行政書、篠山さん、ご質問のご質問をお願いします。はい、どうもこんにちは。あ、こんにちは。はい、次の愛車紹介でございますけども、はい、後ろに佇んでいる美しい車、こちらの車は何てお名前ですか？はい、トヨタカローラになります。1970年式、昭和45年式の初代カローラの、まあ、後期型になります。今から映画評論の仕事で映画見るんですけど仕事終わったんですよ。でうちのスタッフも来ているんですけど、あ、で、いや、僕と佐々木ともう一人で合計3人しかいないんですよ。あとでもう一人来ありますよ。知らない人が。あ、ますか。ちょっと髪型がむちゃやばいな俺な。なんでこんなんだ。え、これで1公開でしたっけ？5枚でしたっけ？今日はエルビスです。
なんかこれ結構なんか絵面的に使えそうやな俺。あ、後ろ誰もいない感じがいい。じゃあの映画評論のお仕事のサムネが撮れそう。あ、よかった。ほんまですね。ヒロ。イケメンな感じで。思ってへんの言うなそういうこと。さっきもひどい態度でしたよね。めっちゃひどい態度でなんかね、あ、電車来てやったところやみたいな。俺だけやん車。あのね、はい、嬉しい時に隠しちゃうタイプなの。いや絶対嘘やと思う。何を思って嬉しいって決めたんですか今。二人ともだって事務所でも計画映画行くのに。うん、今日忙しいのに大丈夫かって思う。いやだって大丈夫かなって思いますよね。見るのもお仕事なの。うん、いや楽しみ半分ですけどね、あの、あのノブの人に言われてしゃあなくっていうのもありますけど、ね、このタイミングは明日も朝一現場やというのに。まあええけども。あ、そうなんやな。みんなね、あの元気なスタッフに囲まれてですね、私はこうして介護の現場と、まあ、副業も含めてですね毎日楽しくやっておるといったところでございますよ。はい、皆さんもね人生いろいろあるけれどもね、悪いことじゃなくていいようにとってね、何でも働き倒す人生もいいじゃないですか。あの人でも死ぬほど残業してくれたらいいんですけどね、もうね。うん、いや労働基準法やでございます。はい、まあまあまああまり働かないように、いや働いてほしいけど、うん、お疲れ様でした。
はい、全然いい。Gmail なんかさ、パソコンでもいいし、パソコンでもいい。感染しやすい。どこのって言わないでくださいね。どこのってちょっと秘密、うん、ミシュラン星一つの今日は弟子の方を持ってきてるんで。チャルメラです。おじいちゃんなん？いや、若い方で若い方田淵っていうラーメン屋さんのが今屋台回ってるんですって、チャルメラで。どこにあるんですか？茨城駅前。召し上がれ召し上がれ。いやいやいや、もう大丈夫。ぶっかけやそれ、うん、ああいう言われてる。はいはい、ゆきさんと一緒に行きたいって言ったらいっぱいおると思うから。びっくりした。え？